テレ朝ドラマで深沢達也岩本光すのリレーは国民的グループの証明。嵐6クール連続曲声リレーの伝説12月15日。嵐相葉雅紀40主演の連続ドラマ今日からヒットマンテレビ朝日系金曜午後11時15分からが最終回を迎える。 同作には、主人公の後輩役でスノーマン・深澤達也、31、が出演しているが、最終回でスノリレーが行われることが発表されたのだ。テレ朝は24年1月クールに、深澤さんと同じスノーマンの岩本光さん、30、主演の連続ドラマ、恋する警護24時、土曜午後11時からが控えています。放送枠は違いますが、 岩本さんが今日からヒットマンの最終回にゲスト出演して、深沢さんとバトンタッチ共演をすることになったんです。テレビ市編集者。今日からヒットマンで深沢は食品会社イージーフードのポンコツ社員山本照久を演じている。最終話で山本が同社のエレベーターでボディガード北沢達之助岩本と遭遇して、 というシチュエーションで、スノーマンの二人が共演するのだ。スノーマンは圧倒的な人気を誇るし、二人は役名が山本翔区、深沢達也、と北沢慎之介、岩本光、演者の名前二文字が被っているという点で、ファンの間で話題になっていたコンビ。だからこそ、テレ朝も枠を超えてコラボを行ったのでしょう。彼らのバトンタッチに、 旧ジャニーズ事務所、現、スマイルアップ。の大先輩が打ち立てた記録を思い出す声も多いですね。全度、曲が同じとはいえ、放送枠が違うのにバトンタッチが行われる、この発表に。嵐のドラマリレー思い出す。嵐の時のドラマリレーみたいに最終回での岩本くん登場ないかなーって期待しつつも。 でも時間枠も曜日も違うし無理かなーって勝手に自己完結してたんだけど、まさか本当に実現するとは。と、過去に嵐が打ち立てた伝説の6ク,クール連続曲声リレー。今回、嵐のバトンリレーというワードで X、Twitter、トレンド入りを果たした出来事を思い出す声が多く寄せられている。嵐のバトンリレーとは、 嵐が結成10周年を迎えた2009年にスタートした伝説のドラマリレーのことだ。スタートは09年10月クールに放送された相葉まさきさん主演の連続ドラママイガールテレビ朝日系でした。マイガールは相葉さんにとってレンドラ初主演作で今日からヒットマンと同じ金曜ナイトドラマ枠でもあります。全室のテレビ誌編集者。 マイガールで相葉は文房具メーカー、宮本文具堂で働く青年笠間正宗を演じていた。同作の最終回で桜井翔42が新人社員佐藤役でゲスト出演したが、桜井はジクール2010年1月期に主演連続ドラマ特上カバチ TBS 系日曜劇場枠が控えていたのだ。相葉さんの マイガールからスタートした嵐リレーは2011年1月クールに同じ金曜ナイトドラマ枠で放送された相葉さんが主演のバーテンダーで一周するまでなんと6ク,クールも続きました嵐のメンバーが主演の連ドラの最終回に次クールに主演ドラマを控えている別のメンバーが曲や枠を超えて顔出ししたんです全道桜井主演の 特上カバチの最終回には、4月期に主演ドラマ、怪物くん、日本テレビ系土曜ドラマ、枠を控えていた大野里氏43が弁護士本田治平として出演。怪物くんの最終回には、7月期に夏の恋は虹色に輝く、富士テレビ系月曜9時枠を控えていた松本潤40が怪物くんの出自役で出演。 怪物くん、大野が、あれ、お前と、松本の顔をしげしげと見るシーンもあった。そして、夏の恋は虹色に輝くの最終回には、10月期に、フリーター、家を買う。フジテレビ系、火曜夜9時、枠の主演が控えていた二宮和成、40、が照明スタッフ役で出演。フリーター、 家を買うの最終回で全室のバーテンダーの主演が控えていた相葉が現場監督平田役で出演したことでリレーを達成したのだ。ちなみに全ドラマの主題歌も嵐の楽曲が使われていた。嵐は2010年当時最年長の大野さんが30歳、最年少の松本さんが27歳でした。スノーマンは 佐久間大介さん、渡辺翔太さん、深沢さんの3人が最年長の31歳。2十歳のラウールさんを除くと、時点で年少のメグロレンさんが26歳。ドラマリレーで油が乗っていた時期の嵐と、年齢的にも近いですよね。どう、このところスノーマンはメグロ以外も俳優業のオファーが急増している。2024年1月期にスノーマンは、 映画も含めると9人中5人、過半数のメンバーの主演、出演作が発表されている。まず、岩本が恋する敬語24時渡辺翔太が先生さようなら日本テレビ系、月曜深夜0時59分から放送で主演を務める。主演以外では、向井孝二29がセクシーゾーン中島健と29が主演の、 リビングの松永さん、フジテレビ系、火曜午後11時から、宮建良太、30、が小芝風花、26、主演の大奥、フジテレビ系、木曜午後10時からに出演。そして、2月公開予定の土屋太夫、28、主演のサスペンススリラー映画、マッチングに佐久間大輔が出演する。この流れで結果を残し続ければ、 いずれスノーマンも嵐のように、グループ全員が出演ドラマで、スノリレーが実現するかも、そんな未来に期待したいが制作会社関係者は、押村区は4月クール以降、旧ジャニーズ事務所のタレントはドラマの出演が激減すると言われていることです。と話し、こう続ける。スポンサー企業が事務所創業者のジャニー北川氏、 去年87の加害問題で、旧ジャニーのキャスティングに難色を示していますからね。ただ、旧ジャニーズ事務所は新事務所、スタートエンターテイメント、スタートエンターテインメントの立ち上げを発表するなど、少しずつ前に進んでいるし、何よりスノーマンは、逆風知らずの絶好調のグループ。9人は常に謙虚さを忘れず、 何事にも一生懸命。グループ仲も良好で、いつも前進している印象があります。近未来、9人でドラマリレーを達成する日も来るのではないでしょうか。スノーマンは9人グループ。ドラマリレーが実現するなら旧クール2年3ヶ月というとんでもない記録になるが、果たして、髪型、スーツの着こなし方などからも、 キャラの性格の違いが出ている。